はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい、今日も動画頑張っていきたいと思います。今日はですね、ワンピースと、こちら長野県にあります八幡屋磯五郎っていうね、七味のお店があるんですけど、それがコラボしたということで、もうこれは、私はもう生粋の生まれも育ちも長野県民、信州人です。これは買わないといけませんなので、こちらはね、開封して、紹介していきたいと思います。よし、では開封していきましょう。こんな感じで、届きました。で、ちなみになんですけども、これね、知らない人のいらっしゃるかな、どんぐらい知られてるのかわかんないんです。これはマイ磯五郎さんですもうこれは本当にもう長野県の皆様、これは食卓に1個必ずありますよね。どうですかそう思ってるんですけど、これ七味です。善光寺ですね。善光寺 名物七味唐辛子です。本当にね、香りがいいんですよ。ただ辛いだけじゃなくて、もう香りがすごくいいので、毎食これはお味噌汁にかけてます、私は。うん、もちろんなんかお蕎麦だけじゃんっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、もう七味、もうこれがないとね、はい、五郎さんって、お味噌汁にはこれを必ずかけます。もう豚汁にかけたらもうね、もう最高最高です。市販にね、もっと安いのがあるんですけどね。で、五郎さんはちょっとお高めなんですよ。でもそれだけの価値がありますそんぐらい美味しい七味です。よし、では紹介が終わったところで開けていきたいと思います。おう、どんな感じだろう。はあ、じゃん。おお、あ、この袋はもうめちゃめちゃ見覚えがあります。八幡屋磯、この袋に入れてくれるんですよ、買うと。うわー、懐かしい。そして、おお、え、すごいすごい。いや、まさかこの五郎さんとワンピースがコラボするとは思ってなくて、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。ここにワンピース、ワンピース、ワンピース。うわー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 、嬉しい、わー、すごいすごいちょっとじゃあ開けましょう。麦わらの七味、麦わらの七味、唐辛子、ルフィブレンド&チョッパーブレンドって書いてあります。いやーすごい、やば、はっ、ほう、八幡屋磯五郎。あ、これこういう感じですね。ここを開ければ出てきますの。こうかな。あ、こういう感じだ、きっと。いきます。ヒカキンさんみたいにやってみる。3、2、1。ちょっと普通にやりましょうね。いきます、オープン、いきます。じゃん、あ、見えない、まだ見えない。あー、そうそうそう、なんか、あ、ちょ、買ったらこのシールがもらえるんですよ。うわー、嬉しい。ホットペーパーって書いてます。ルフィブレンド、ルフィブレンド。うわー、嬉しい。いや、八幡屋磯五郎って書いてある。名物七味、あ、ちょっと和の国ルフィ太郎だ、和の国ルフィになってる。うわー嬉しすぎる。マックに貼ろうかな。でも、え、でも、え、うわぁ、よし、では、いきますよ。オープン、ドン。はぁ、すごい、すごい、すごい。うわぁ、嬉しい。あれ、ちょっと大きいかな。ルフィとチョッパーですね。あ、瓶なんだ。瓶ですね。瓶に入ってます。なんかこういう、なんか、なんて言えばいいのかな、プラスチックに入ってるんですよ。え、嬉しい。
ちょっと出してみます。ちょっと出すとこんな感じですね。こんな感じ、後ろにこうやって、うわこのドンが嬉しいワンピースって感じですよね。このドンがちょっと見えてるかな、大丈夫ですかね、見えてる？はい、このような感じです。いやー嬉しい。ルフィがお肉食べてるんですよね。あ、この方が見えやすいかな。ホットペーパーって書いてあって、ルフィブレンドって書いてあります。こうやってやってますね、ルフィがね。そしてドーンですよ。うわー、またいや、いそころ、うわー嬉しい。実際はこういう感じなんです。これがあの普通の七味ね。こっちがワンピースコラボ、こういう感じです。ドーンって入ってて嬉しい、ワンピースっぽいはい、チョッパーはこんな感じです。チョッパーエモンだっけ、チョッパーってね。チョッパーはスイートペッパーって書いてありますね。あ、どういう感じなんだろう。下には、チョッパーブレンドって書いてありますね。はい、でドーンですよ。あ、こっちはひらがなだ。ルフィはカタカナなんだけど、こっちはひらがなでドンって書いてあります。いやー、なんか味が違うっぽい。なんでちょっと試食してみましょうかね。ではまずマイシチに、いつもの五郎さん、いつもの五郎さんをじゃあちょっと試食。うん、このね香りがねいいんですよね。うんうん、辛いけど美味しい。もういつもの五郎さんの味です。このルフィブレンド、これをちょっと味見してみたいと思います。ちょっと違うのかな。あ、ん、ちょっと香りが違う。まあ見た目じゃね、ちょっとあんまりわかんないと思うんですけど、ん、香りも違う気がする。あ、なんか最初あれ全然辛くないって思うんですけど、でも後から辛さがやってきますけど美味しい。なんか違う気がします。いつもの五郎さんと、いつもの五郎さんと味が違う気がしますね。ちょっとなんか辛いけどそんなに辛さ控えめ。まあ食べたところが違うかもしれないですけどね。チョッパーの方いきます。スイートペッパーって書いてある。あ、でも明らかになんか違う。見た目が違う。わかります？こっちがルフィ。こっちがチョッパ。ん？見た目は、うん、あんまりわかんないけど。ん？あ、なんかすごい。香りがすごい。なんか爽やかです。すごい。うん、なんて言えばいいんですかね、ハーブっていうところまではいかないんですけども、すごい爽やかでいい香りがします。あ、全然違う。これはわかります。あ、これは全然辛くないです。あ、でも違うなちょっと待ってくださいね。これは多分なんですけども、なんかあの鶏もも肉にこうかけて焼いたらめっちゃ美味しいんじゃないかなっていう感じがします。そういう感じだと思います。あの辛さはそんなないですね。ちょっとあの今ゴロさんとルフィを食べてて、ちょっとまだ辛いんですよ実は舌が今味見してみて思ったのは、このルフィは、辛いけど、このいつものこの私が食べてるゴロさんとはなんか何か違う気がします。あのやっぱりゴロさん独特の辛いけどでも香りがいいっていうのがもう存分に味わえると思います。はい、このチョッパーは何かの
仕上げにかけて香り付けにするとか、そういう感じに使う方がいいのかなっていう気がしました。うん、はい、というわけで今回は長野県の名物、八幡屋磯五郎さんのね、七味とワンピースがコラボしたということで、こちらの商品をね、紹介させていただきました。いかがですか？もしあのよろしければ下の概要欄にね、リンク載せておきますので、よろしければチェックしてみてください。うん、もう本当に我々信州人にとって磯五郎さん本当に身近な調味料なんですよね。おすすめする調味料です。もうぜひぜひ使ってほしい。これを機にあのこれじゃなくてもね、あの多分ねスーパーに行けば売ってるかもしれない、ちょっとわからないですけどね。こんなパッケージなんで、よろしければ、ちょっと使ってみてください。はい、というわけでした。今日はね、こちら紹介していただきました。ということで、今日これで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。